鳥の国の春子リバース第5話いかがでしたでしょうか。イエーイ。はい、というわけで ね、ニコ生をご覧の皆様にはこんなねちょっと謎なものが出現しているかと思いますが、これなんぞってなんぞってね、さあこれをね今からやる企画で使うわけでございます。はいはいはい、というわけでタイトルは箱の中身はなんだろうな。よかったね。今どっちかが言うのかなと思ったら二人で言うんだね。一回も練習してないのによくあったね。おい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 、さすがですよ。ちょっとねバラエティでよくある企画を持ってまいりましたよ。わかりやすい。はい、というわけでね、私たちが順番もう順番を決めてまして、順番にこう中に物を入れて、それをまあ上からねこう触った感触だけで何が入っているかを当てるという、はい、シンプルなゲームを今から行おうかと思います。はい、というわけで、ただこの箱の注意点なんだっけ。どうぞ。改めてもう食べてる食べてる前食べるよ。おいしい。こちらね、非常におおおおおお、非常に脆いんですよ。脆いっていうやつのやり方じゃねえ。待ってるならやめなさい。手も出しにくいんですよねこれ。だから ね、それがあるんで、一回手を入れて、そしてもういかに気持ち悪かろうが慌てて抜いたりしないでくださいね。はいはい、わかりますね。なんかさ、何が入ってたの。何が入ってたのね。はいはい、やったらダメですよ。はい、絶対ダメです。はいはい、顔だけ、顔だけ合わせる。はい、注意点があります。はい、というわけで、では早速企画の方に参りたいと思います。はい、まず一番手のチャレンジャーはダラ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 ン、じゃじゃん、ハロー。私が引きます。はいよー。はい、というわけで、はい、お題カードは後ろを向いて端っこの方に行ってください。はいよ。ここ何が入るかわからないようにね。あ、ごめんなさい。あ、で、何入れてんって話やけど、みんなが私物持ち寄ってきてます。まあ、私物というかね、はい、まあ、おのおの1人につき1人がこう物を持ってきてるので。そうなんです。なので春子の担当は、はい、やもん。というわけで、はい、どうぞ中に仕込んでってください。ちゃんと目つぶってるよ。お客様、お客様、なんかね、言っちゃダメよ。何が入ってるかダメよ。ありきたりだけど、わかんないと思う。おう、入れます。入れました。何入った。春子まだだよ。はい。うわ、マジこれ。これ難しいね。これ逆に難しくない？これ難しいよ。はい。はい、というわけで、もう前向いていいよ。いいよ。はい、というわけで、結構難しいと思う。挑戦者、はるこ様。じゃあ、時間は1分かな？はいよ。1分以内に答えを導き出してください。1分間は自由に触ってて構いません。はい。はい、それでは、スタート。気をつけて。大丈夫だね。カエルとかあんまり押してなかったから。カエルとかまず触れないし、どっから飛んでくるの。カエル逃げ出しちゃうしね。そうそう。もしあの時間前でも分かったら全然答えていいよ。うん。え、これさ、うん、すげえ触ってる。これお、分かるけど。分かるけど。分かる。え、分かるけど。分かるけど。種類めっちゃあるじゃん。無限だよね。分かる、こんなの。どうしたの。クリームまで出せばいいの。ちょっと、こうなった。そうなるでしょうよ。目視はダメですよ。ちょっと物的に難易度が高いので。なるほどね。3回答えるチャンスあげるっていうのはどうでしょう。いや、全然3多いよ。これさ、当てにくい系、当たりにくい。いや、あの、そういう質問で答え導き出すのは客観。了解しました。3回チャンスをあげるから触って答えろ。じゃあでも答えてもいいけど、答えるんだったら1回ね、1回で答えるか。あ、なるほどね。質問をしていいから。あ、なるほどね。いや、じゃあ3回答える。 OK。 はい、ゴー、4、3、2、1。はい、終了。はい、お答えをどうぞ。3回、3回いるんだよ。3回いるよ。まず1回目、はいはい、ハンドクリーム。正解。正解。イエーイ。正解。正解。正解。出すんだ、出すんだ。する。はい、ちょうどこれをね。はい、これ、あ、あの、あれです。これ映して大丈夫なのかな。まあ、とりあえず、まあ、おすすめ。あの、ザザザザってして、手ザザザザってして。おすすめだから、この色合いのやつはすごいおすすめだから。自分の仕事が持ってきたのね。そう。はい、というわけで、ハンドクリーム一発で大正解でした。あまり面白みなかったかな、ちょっと。はい、というわけで、じゃあ次の、挑戦者は、デレデン、はい、アミです。はい。はい、はい、というわけで、は、ハルコです。はい、お願いします。今度、私がカメになる。次なんでしょうね。これはね、ちょっとどうしてたらいい？みんな、ここでいい？いいよいいよ。みんな、なんか喋ってて、めっちゃダメだからね。もうこれが一番怖いんだけど。ちょっとね、わかるかな、見せてね。あ、なんかすごい大丈夫かな、これ。え？もうすでに
あんな、はよはよ怖いよ、はよはよ怖い怖い、え、あのさ、まずさ、なんでそんな踊ろうとしてるんだ、え、待ってね、お客さんの方からさ、ちょ、それを聞かれるんだけど、やめてやめてやめて、私泣いても平気？いや、泣いてはいけません泣くやつ？泣いても笑って、これを入れたいと思います。あかん、私見えへん、え、待って、ね、泣くやつ大丈夫？わー、いや泣くねっつったね、今、おい、おい、ふざけんじゃねえぞ、あー、向いちゃった向いちゃった、あー、マジか、なんだろうね、やだ、手汗かかる、もういい、なんか、うわー、やべえこれ、これやばいよ、ねえ、あみちゃん、あ、いい、私のやつ全然かわいいよ、そうでしょ、これ大丈夫、はい、結構みんなで持ち寄るって言うからさ、ちょっとかわいらしいものしか想定してないんだけど、いいよ、あみちゃん、いやいやいや、甘いぜ、甘いよ、甘いよ、いやー、はい、じゃあ、行こうと思います、僕押さえたって感じ、あ、了解です、じゃあ誰か、ハルコ、今から測って、1分1分ね、よーい、スタート、これほんまに怖くない？怖くはない怖くなこれ、あ、そこじゃないわ、え、そこじゃないって何、あー、気づいてる、すごいねー、すごいねー、なんだと思う、どうしたの、どうしたの、どうしたの、あみちゃんどうしたの、ねー、あ、どうした、マジが、あみちゃんどうした、なんか、なんかあった、足、嫌がってる割に触り方豪快だな、すごいよ、そこが抜けそう、待って、何これ、確かに怖いって言ってる割にはかなりすごいゴワゴワ触ってるよ、中身はちょっと男なんで、何これ、何これ、何これ、結構中身は男、何これ、何これ、何これ、出てる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 、あのさ、ハルコは鬼だね、うわ本当に、これはえ、これさ、なんかうん、しっかり答えなきゃダメ、短くてもいい、どういうこと、なんか、あ、多分、これかなってあるんだけど、とりあえず頭に何とかがつきそうな気がして、まあ、総称でいいんじゃないか、うん、オッケー、総称でいいんじゃない、てか、絶対もう時間過ぎてね、ええ、あー、どうだったかな、ハルコ、ハルコ、ハルコ、そうでしょ、タイムキーパーが、はい、はい、行きます、はい、5、4、言わないよ、それはい、行きます、はい、正解はイカ、ピーポー、正解、すげえ、気持ち悪い、出してきたよ、美味しそうな、美味しそうなホタルイカちゃん、テクちゃんなってない、大丈夫、何イカちゃん、くせスルメの匂いする、くせ、これ何、バレちゃわないかな、こちらは後ほどスタッフが美味しくいただきます、はい、いただきます、めっちゃ触ったわ、美味しくいただきます、あのさ、はい、次がね、多分私の準備なんだけど、はい、手洗ってきていい、あ、了解、行っておいで、いらっしゃい、鬼だわ、本当に素直に言っていい、うん、素直に言っていい、はいはい、これ持ってきたのカッカなんだこれ持ってきたのカッカ、俺が出ろ、俺が出ろ、お前じゃねえか、俺が出ろ、私じゃない、俺が出ろ、はい、真実はどうなのかご想像にお任せします、そうですね、皆様のご想像にお任せします、春子が罪をなすりつけてる可能性もあります、なんでそういうこと言うのなんでそういうこと、お母様怖いんだから本当に、はい、今戻りました、はい、おかえり、まったくさ取れないね、これ、あ、おー、いつの間に、なんで生物持ってきたかな、もういないね、もういない、ね、確かいない、はい、じゃあ次は真城選手、後ろ向いていてください、はい、あー、これだー、これ、この後片付けしてる声絶対自分でしょ、持ってきたから明らかにそうでしょうよ、おー、あー、なるほどね、ちょっと待って、そう、ちょっとそういう感じになりました、ちょっとそういう感じになる、何か言わないね、何、はい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 、ちょっと待ってね、みんな結構面白いもん持ってくんな、ちくしょう、やばいよこれなんで怒ってんの、はい、マシロもういいよ、どうせヤマハンドルですよ、とんがってるいけないよ、けはい、というわけで、はいはい、次の挑戦者は白雪マシロ、ちょっと吐きが早い
はい、というわけで今から1分間触ってもらおうと思います。よーい、スタート。痛い痛い。あ、こ怖いな、これ意外と大丈夫でしょ。これ意外と怖い。それやっちゃう。意外にいい反応する。こっちがびっくりしちゃうよ。こいつがね、一番ビビんないと思って持ってきたんですよ。あー、まずいまずいまずい、まずいよ、まずいよ。さっきのね、ワンタッチでちょっと分かっちゃったかも。分かった？あ、ほんと？これ分かった？分かったら言っていいよ。待って、これなんだ。違う違う違う、もうちょっと内側やね。そう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 。あ、やばいやばいやばい。分かった分かった。あーあー、飛び跳ねる。ああ、いい？うん。言っていいよ。はい、正解は濡れたスポンジ。うわあ。ピンポン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 。いや、何気にみんな結構意地悪だね。結構ウェッティだね。濡れたスポンジでした。割とガチじゃねえか。はいはい、イカ臭い、イカ臭い、イカ臭いよ。イカ臭い、これは私のセリフだよ。あとでスタッフが美味しくいただきます。スポンジを必ず美味しくいただきます。真っ白がね、私一番厄介だと思ったんですよ。こいつビビらねえんじゃねえかと思って。意外にビビってくれたね。はい、というわけで、最後の挑戦はヤワモ。はい、じゃあ後ろ向いててください。あれあれ、カッカじゃない。カッカ、カッカ、カッカ、カッカ。どうした、黒いからって。そう、でもね、あ、そうなの。だから最後ちょっとカッカは今回、あの前回の企画、前回っていうかね、裏でやってた企画でピックアップしたので、カッカ今日お休みで、次最後ヤワモ。最後は皆さんもね、びっくりしてほしいんで、はい、あの会場の皆さんが目を伏せていただけると嬉しいです。嬉、はいはい、しいです。はい、というわけで、はい、真実はですね、会場の皆さん、あ、お前も、君たちも、君たちもついでに後ろ向いて。僕らも、え、私。そう、真実はですね、この放送を見てるニコニコの君たちだけ。じゃあそんなわけで、じゃあちょっと準備に時間かかりますんで、結構巻きでいこう、巻きで。あ、だから、あのコメントで、あの答え書いたりとか多分大丈夫だと思うけど、しないでください。はい、お願いします。はい、ちょっとこの間にさ、うん、あの次の告知とかやってちゃダメかな。背中抜けたまま。新しいスタイルだね。笑いが起きるのは分かってるんだけど、何の集団なの。多分最後までやっちゃうと、おそらくね、時間がすげえ巻き巻きなんですね。あれ、でも最後の最後にさ、あの言える時間あるんじゃない？ああ、なるほどね、そうだね。え、これカッカ、私だけ向いて告知しちゃダメ？やったー。なんだって。やったね、なんだぞ。ズリー。はい、というわけでですね、今ちょっと準備中の間に私たち S ボイスの告知をさせていただこうと思います。まずは明日4月27日の水曜日24時30分から FM 西東京さんにて、ただいまニコニコ生放送の方で聞いてもらったラジオドラマ鳥の国の春子リバースの第6話が放送されます。はい、ネットとかでも聞けるので、ぜひぜひチェックして、今日の続きを皆さんに聞いてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。準備は OK？ OK です。 OK？ OK？ はいはい、はい、いいよ、山本さんも。じゃあ、はい、会社の皆さんも大丈夫です。じゃあ、オープン。すごい絡まってる。はい、でかでん。あ、いいね、お客さんいいリアクションする。はい、では行っていただきましょう。では1分触ってください。用意、スタート。はい、何入れたの？手入れたら抜かないでください。はい、抜かないでください。生き物や、今動いたぞ。はい、抜かないでください。あまり熱くないで。もうこの、もうこれさ、子供限界が。お前誰だよ。誰と言いましたね。何が？だってこれもうさ、人じゃん。人なのか。マジか、ちょっと箱壊れるから動かない。プレハブが抜けそうだ。あのさ、これ入れたんカッカだっけ？カッカだね。おいおあれ、ほらほら。結構わかりやすいフォルムしてる。あ、いた。ちょっと待ってよ。人って結構暴れるんだけど。10、9、8、誰これ？短い。6、5、4、3、2、1。はい、時間切れ。はい、それでは八尾選手、お答えをどうぞ。待って、男ってことしかわからない。誰でもいい、誰でもいいよ。共演者で、演者で答えていいよ。誰だ？ヒントくれ、さすがにさ。演者で、男で、じゃあヒント、鳥の国の春子に出演しています。している。はい、してますね。 S ボイスなんじゃない？あ、待って、この髪質はあいつじゃないな。クーガだ。はい、フルネームは、クーガひさまささん。なんで公開なんだよ。はい、というわけで、正解。怖っ。あのさ、分かってたけど怖
これ怖えわ。あのさ、あのさ、お前暴れすぎだからね。めっちゃびっくりしたんだけど。ありがとうね、ベタベタ触られてね。ごめんね。怖っ。もう出ていい。大丈夫。はい、ありがとうございます。いい、嘘でしょ。あ、そのための設置なのこれ。クーガはもっともう出ていいって言ってる。はい、マイクがないからね。あ、そうだね、うん、はい、ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんね。フラココの同じ演者、久我久正くんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。拍手。Thank you so much。 嘘でしょ。はい、というわけで、はい、私たち S ボイスの2つ目の企画は、この中身は何だろうなでした。ありがとうございます。というわけでね、ちょっと最後駆け足に告知だけやらせていただきたいんですけれども、はい、来る4月30日土曜日に秋葉原アンダーグラウンドさんにて S ボイスの第10話定期ライブが開催されます。こちらの方が100人イベントとなっております。はい、で100人の動員達成した暁には、はいはい、日曜ドラマ鳥の国の春子がドラマ CD 化、イエーイ、イエーイ。たくさんの皆様に集まっていただきたいので、ご協力よろしくお願いします。お願いします。お越しください。お願いします。お越しください。ぜひお願いします。はい、そしてね、なんと今回視聴者プレゼントを用意いたしました。そうなんでございます。次の100人イベントにちなみまして、はいはい、なんと今回特別に100人イベントのチケットを抽選で1名の方にプレゼント。おー、ということでね、応募の方法です。フラココのホームページより、お問い合わせフォームにお名前とご連絡先、メールアドレス、そしてこの後出すキーワードクイズの答えを入力して送信で、はい、応募完了です。はい、締め切りは放送終了後より24時間となっております。よろしくお願いします。お願いします。27日水曜日の夜10時までですね。はい、皆さんよろしくお願いします。ということで、キーワードは、キーワードは、今回箱の中身は何だろうなで、うん、アミちゃんが触ったものは何でしょうか。何でしょうか。はい、というわけで、はいはいはい、それがキーワードとなっております。はい、ぜひぜひキーワードを添えてフラココまでご連絡というかメールをください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで次に移ろうと思います。はい、はい、それではここで再びミュージックビデオの上映に移らさせていただきます。来る5月3日にお台場 ZEP 東京にて全国ツアーファイナル公演を開催するブレインコミックス仰げば尊しのミュージックビデオです。皆さん5月3日は ZEP 東京にてお待ちしております。それではどうぞ。